여자하나도다르고산프란시스코やめろ似てるじゃんもうこうやってね、もう歯が乾いてもう唇がここにくっついてんだよもうわーおこんにちは皆さん元気ですか何なおこさん早く張り切ってやりましょう今日はなんで張り切ってる今日はどうしたのなんか先週のコメントのとこでな、うん、トラさん元気ねえとか言って心配してるやつがいたんだバカ野郎お前やだ皆さん大丈夫なんですよこの人ねこの人前回もね生理だったんですふざけんなお前超元気だもん今日だって朝10キロ走ってきてなその後腕立てあの腹筋1000回やってきたわ本当に元気すぎて本当に10キロ走ったの当たり前だお前海まで行って走って帰ってきて本当だよお前どうしたのこの人元気をただ生理だっただけだったのに、ね、元気をアピールしてんだよワクチン打ったワクチンコワクチン打ったいきなり始まったぞこっちだって元気をアピールしてんだよ今日はちょっとテンポが早いねワクチンあニューバージョンだ打ったなんだこいつワクチン大丈夫怖いお通行人の人が見てるぞ恥ずかしいんだこっちはお前笑われてるぞワクチンを笑ってるぞアメリカ人が大爆笑じゃねえかお前24時間テレビバージョンだよなんだお前今日はですねハロウィンでハロウィンのコスチュームを探したいっていうのをやりたいと思ったんですけど気がついたら、うん、あなた私たち去年パンプキンパッチ行きませんでした。そうだよお前俺なんか1年間もノーギャラでよくこんなくだらないことやってんだろもう本当にそれでちょっと何なの今日のそのなんだその格好ワクチンなんだよお前バカ野郎なんなの今日のこの囚人服こんにちはアルカトラですもう終わったんだよアルカトラズはあそうもうアルカトラズ終わったんだよこんにちは近いよ近いな感じじゃあとりあえずあの今日はですね近いってあのそういうことであのハロウィンのコスチュームを探しに、ここヘイトストリートにやってまいりました、まあ、あのちょっとね古着屋さんにね、が多いんですけど古着屋さんにももちろんですねあの古着のあのハロウィンコスチュームは結構売ってるんでそれもちょっと探したいし、ちょっとねコスチューム屋さんもねあるのでですけどもトラさんここのね店員さんに、ね、結構ね気に入られてるんですよねそういつもおまけしてくれるで結構ねつなぎもねこの間買ってましたけどねまあちょっとコスチュームじゃないんですけどもご覧くださいあちらのですねなんかな中世の衣装みたいな感じのやつあれあなた買ったらどうですかあの赤いやつとかキングキングキング&クイーンとかどうじゃああのこのベスト買って、うん、全治税金でおいレッドスネークかもおいなんでだろじゃあ野沢さんあのヘビ役でヘビ役で私ねでパカッおいなんでだよほらあのああいうのもいいじゃんああちょっとハイジっぽいやつねあ れ, あ, れ、あれも買っちゃおうかな私まだちょっとかわいいこれおいくら万円ぐらいするの聞いてみよう聞いてみよう羽札ついてる羽札がついてるあ
ちらで45ドル。高くないそんな高くないじゃん、うん、これ超可愛くない似合うんじゃない。ただどうしよう、ちょっとトライだけしてもいい？いや、いいけど。トライオン this one? Thank you. Oh, that one too? That yeah. feather? Yeah, they come together. Oh, okay. かわいい。ちょっと何これ、親指？すげえよ。親指って親指じゃないのこれ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 親指じゃない
それからですね、もちろん買うこともよくあります。ここバッファローエクスチェンジというところで、それもちょっとね、ちょっとハロウィンのコスチュームもあるんで。別にそれ必要なくない？それ買う必要ないよ。同じ顔じゃん。同じ顔先生よ。もうそのまんまじゃん。あれ撮っても同じ。おい。買う必要ない。買う必要ないってそんなことないよ。じゃあ買うの？いや買わないけどね。なんだ買わねえのかよ。あやだ、いろいろあって迷っちゃう。あこんなのもあるよ。どうしよう、もうこんなにいちいちかぶってたらこれで1時間ぐらいかかっちゃう。これとかもうそのまんまじゃん。そんなことない。この顔と同じじゃねえか。これ同じじゃねえよ。同じじゃねえんだよ。これなんだこれ。ああこれ定番のねバナナだよこれ。でもいいなこれもね。そういうくだらないのがいいな俺は。じゃあこれ買ってあげようかと思ったけど自分で買えば。俺1年間農協なんだ。こんな無駄金使ってる暇があったら逆だよ。どうこんなシンデレラ。どっちかっていうとシンデレラの おばあさんのやつだけどね。もうシンデレラだよ。面白いこと言ってんじゃねえよ。面白いこと言ってんじゃねえ。死んでる方のシンデレラ。くだらないんだよ。これがいいじゃん。トイレットペーパーの芯。そんなもんわかんねえだこれ。これさなってもわかんないよね。わかんねえこんなの。そうですね。大型コスチューム展にもやってまいります。あれ野沢さんじゃないこれ。うわぁ。素敵。ああこういうお店大好き。テンション上がる。なんて買えばいいじゃん。くだらないのがいいよね。ジャムとピーナッツバターとか。ピーナッツバターとジャム。ちょっとサルモンキーもいいぞ。モンキーも。これどう？
じゃコロナ禍だからね、熱ありませんみたいなね。ちょっとこういうこの空気入れるやつってどうなのこれ。モーターがずっと回ってるからめんどくさいな。あでこのこれはあの恐竜のやつね、うん、これ結構見かけるよね。見かける。あとこのこのやつね、エイリアンに捕まってます。ああなおちゃんなおちゃんに捕まってます。おい、うわー楽しいね、テンション上がるね。こういうこういうのこういうのあ、これこういうのとかね、これでもね、こういった失礼なんですけど、何回も挑戦したんですけど汗かくと取れちゃうんだよね。これでも自分であの木工用ボンドで作れるよ。木工用ボンドで、うん、取れなくなったりしないの。しないしない。本当に、うん、なんか探しなよ、なんか買えばいいじゃん。これ買ってもらおうかな。何これ。あもう来てんだよもうこれ同じなんだよもう同じだよ買わなくていいんだよ、ね、来てんだよもうこれが私服なんだよ。ケチくせえだろだな。買わないよこれ。いくらすんのこの囚人服。25ドル高い。じゃあこの同じじゃん。これかお金買ってよ。あそれ自分で買えなよ。これで引っ叩いてやるよ。トランプすっごいトランプ。あうわうわすごいトランプいっぱいある。うわ怖っ、うわ怖っ、それ怖いじゃん。あこれ バイデンもあるよ。別にバイデンも嫌だよ。はい、うわ私的にはなんかこの顔がこの顔が怖いね。はい、ちょっとなんか買えばいいじゃないですか、あなた本当に。うわあ、それ怖いじゃん、それ地味に怖いじゃん。なおちゃんみたいな。おい何だよ。ちょっとあなたそれまさか買うつもりじゃ。見せてください。じゃじゃーん、なんアマさん、うん、シスターか。シスターいいんじゃないの、あえての。でもこの動物シリーズとかもいいの。動物シリーズ可愛いじゃん。あこれ可愛いじゃん、このハスキーどう。これあーこれボストンテリアもいますけど。そういうのでそういうこと言ってんじゃないんだよ。え、そういうのじゃないの。タコ。あ、タコいい。タコスいいじゃん。あ、バナナ。バナナね、かわいいよね。バナナね、いつの時代もかわいいよね。どうすんの。ベーコン&エッグ。ソープ&スポンジ。バナナかなんか。バナナかなんか、うん、迷ってんの、うん、じゃあやっぱなんじゃない、やっぱりそれは。なん？シスター？シスター。シスターありじゃない？じゃあこれにしますか。買うの？買おうかな。バカだなこいつ。天使にラブソングを。歌っちゃおうかな。バカなんだな。なんだよそれ。あ、なんだよだってやだ、私もダジャレ言ってる。これであのあれなんだよ、あのデレッデレデレッ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 
俺こういう系似合うんだな。あ、そういうボブ系ね。アフロ似合うんじゃないの？その箱のこっち系、こっちのアフロいいんじゃないですか。いいんじゃないの？あとこういうのもいいよね。80s。80s。80s。じゃあどうする？何時かな？あ、それ結構いいんじゃないの？うん、じゃあこれお買い上げ、お買い上げだろだろ。違うよ、自分で買って。もう1年間俺のお家でボランティアなんだわ。そうだよ、ボランティアだよ。自分で買ってね。それでここで前回の火星さんの正解者の方発表したいと思います。イエーイ。そのなんです。シスターです。私のコスチュームを。まあせっかくね、お買い求めになったトラさん、お買い求め、なんか自分で買ってあげたかのようなあれでも感じで持ってますけど、大事にしてよ。自腹だお前。大事にしてね。ずっと1年間自腹ですよ、ノーギャラの。大事にしてね。たまにおごらされたこともあるし。そうだね、それあとで、あのフリマのね、入場料もね出してもらったしね。あ、そうじゃん。おいおい、黙っとけばよかった。なんなんだ。なんだけにね、ちゃんちゃん。くだらないんだよ、おめだよ。まあですね、あの前回のですね、あのポケドンのやつですね、ちょっとね、火星さんね、難しいなと思ってましたらですね、なんと正解者の方がですね、多分史上初100人切ってしまいました。やっぱりちょっと難しかった。あのね、火星さんを探してくださいねって言ってすぐの、公園の芝生の中にいたんだ。芝生の中にね、一人いたんですね。俺のアイディアだったんだ。はい、それちょっとね、難しかったですね。まあすいません、ちょっと100人切りましたけれども、それでもその難問をですね、お答えいただいた方結構な数いらっしゃいます。また難問とか言っちゃって。難問。何問でいいじゃん別に。あ、なんだけに、ね、そう。そういうつもりじゃない。何なんだお前。まあいやだ、もうなんてに。ちょっとおしっこ漏らしちゃうからやめて、もう本当に。さあ、それでは4人ちゃっちゃと言ってよ。もうアース、ジャミラさん、琴田さん、渡政さん、飯田真紀さん、ゆめさん、トミーさん、ゆうこ中山さん、セゼリンさん、アンパンマンさん、ゆりゆりさん、ミア2023さん、ザギョンさん、チャックラドンさん、ディオールさんさん、ババチャプさん、ネコハチさん、ゴタさん、ドリーチョボビッチさん、エイヤマミチヨさん、チハル M さん、マミーちゃんさん、ヤムヤム D さん、YS さん、ケイキッドさん、サクタク828さん、ホープ OKNW さん、たまたまピッさん、中村久美さん、ボルトクリムジョンさん、ミツ池のやつさん、何笑ってる、犬に吠えられて。ミキ D さん、エアキャティさん、ラブポメ JJ77 さん、HS さん、 TKM キガー2010さん、さくらさくらさん、小島聖子さん、 MK さん、カロチャさん、テイラーナルさん、インナーバーグジョッチーさん、赤い金魚さん、バルボーさん、リカコ柴田さん、ミヤミヤさん、ユリドクター H さん、マサユキ伊藤さん、ケコロさん、ポエタンさん、メグさん、ナッツさん、4年2組さん、ちょうど1年前にさん、タガコ高橋さん、バーニングラブ1107さん、UUUIY さん、若林タガコさん、マナミさん、トバリトキエさん、マックイマキさん、ココ S さん、エイメイさん、ニムラヒロカズさん、フレンチおはぎさん、セツコグニングさん、KT ママさん、DRCN04ACCCNGOJP さん、カナマン嫁さん、ミセスババラーの館さん、コロリンレンジャーさん、クミ樋口さん、110レスキューさん、ミモさん、ナオコタノさん、バンビさん、ハルナカさん、シェリーフォーシーズンスさん、カバママさん、ユウコオウさん、中川カオルさん、トンちゃんトンちゃんさん、ミカミカ M さん、T&H さん、ユウゾウユウゾウさん、フ
ープーさん、さん異常の方でございました。なんと100人切ってしまいましたそしてですね、ちょっとコメント読んでますと先着100名様ってなってて、100人を超えてても正解の方先着100名ということなので、100人を超えててももしかして正解だったら読む可能性もありますので、また頑張って正解出してくださいね。どうもありがとうございました。また来週。ナンセスタモンキー。おい、なんだ